ヤニック・ネゼ・セガンは、カナダの指揮者。1975年、教育学の教授を両親として、モントリオールに生まれる。5歳でピアノを始め、10歳で指揮者を目指すようになり、ケベック音楽院モントリオール校で、ピアノ都市内学を学ぶ一方、プリンストンのウェストメンスタークワイヤーカレッジで、合唱式を学ぶ。14歳で、モントリオールポリフォニー合唱団のリハーサル指揮者を、 務め、19歳で、同団体の監督に就任したほか、モントリオールオペラの合唱指揮者も務めた。1995年には、シャペルド・モントリオールを創設し、2000年には、モントリオールオペラの音楽アドバイザーと、グラン・モントリオール・メトロポリタン管弦楽団の主席指揮者並びに、芸術監督に就任。2003年から2006年まで、 ビクトリア交響楽団の主席客演指揮者を務める。2005年頃からヨーロッパでの指揮活動も盛んになり、シュターツカペレ・ドレスデン、フランス国立還元楽団などを指揮している。2006年12月には2008年からロッテルダム・フィルハーモニー還元楽団の 音楽監督に2007年11月には同じく2008年からロンドンフィルハーモニー管弦楽団の主席客演指揮者に就任することが発表された。2008年のシーズンからはアメリカ合衆国での指揮活動も本格化させ、シャルル・デュトアに招かれてフィラデルフィア管弦楽団にデビューしたほか、ボストン公共楽団、ロサンゼルスフィルハーモニックなどに客演する。また、 同年には、ザルツブルク音楽祭で、グノーの、ロメオとジュリエットを指揮した。さらに2009年から2010年にかけて、ウィーンフィルハーモニー還元楽団、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、メトロポリタン歌劇場にデビューし、2011年1月には、ライプツィヒゲバントハウス還元楽団の定期、演奏会に初登場した。2010年6月には2012年のシーズンから、 フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任することが発表された。また、2013年4月には、同年のシーズンから、ドルトムントコンチェルトハウスのレジデントアーティストに指名されたことが発表され、2015年のシーズンには、同地において、ウィーンフィル、バイエルン放送公共楽団を含む複数のオーケストラとのブルックナーチクルスが予定されている。 2016年6月、フィラデルフィア管弦楽団を率いての来日公演中に、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場が、次期音楽監督に、ヤニック・ネゼ・セガンを指名するとの正式発表がなされた。フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督を兼務しながらのメトロポリタン歌劇場の就任となる。ニューヨークとフィラデルフィアは、高速鉄道で1時間を少し超えた感覚としては、 名古屋と大阪の距離位置にある。かつてカラヤンが、ウィーン国立歌劇場とベルリンフィルの間を行き来していたような勢力的な活動を、東海岸を代表する二大都市の間で活躍することを期待されている。影響を受けた指揮者としてデュトワとカルロ・マリア・ジュリーニを挙げており、特にジュリーニには1997年から1998年の間に、 リハーサルに立ち会わせてもらうなどして教えを受けている。録音活動も活発で、グラン・モントリオール・メトロポリタン管弦楽団と2位の、ロータや、サン・サーンス、ドビュッシー、マーラー、ブルックナーなどを録音する一方、ピアニストとして、歌曲録音での伴奏なども務めている。2012年7月には、ドイツ・グラモフォンへ、モーツァルトの7大オペラを録音することが発表され、 さらに2013年2月には同じくドイツグラムフォンにフィラデルフィア管弦楽団とスタジオ録音を行うことが発表された。ありがとうございます。